はい、はい、今週も始まりました。マルトラですね、はい、お久しぶりです。またお久しぶりです。2週間ぶりで、はい、はい、今日はですね、前回の放送から、うん、はい、はい、言っておりましたが、うん、はい、私の和太鼓演奏をさせていただきます。和太鼓ね、はい、演奏のりちゃん、とうとう、ん、若干のこの距離は何なの？ちょっと離れすぎかな。なんでそんな離れてくれる？ちょっとね、ちょっと今日離れとこう。まあ暑いからね。暑いからね。そう、うん、はい、はい、まあ、うん、というわけで、うん、まあ私たちいる関東圏ですね、東京も、はい、梅雨明けしまして、はい、暑いよね。暑すぎるね、もう今日昼間とかね。ね、すごかったね。もう4日連続、うん、なんかこう言ってましたけども、なんか新体、うん、記録だとか、うん、4日連続の猛暑日が、うん、なだいぶね、30度超えて猛暑が続いております。そんな超えたね、なんかね、うん、私暖房つけてたの。おかしいやろ。私、ね、気づくやろ。それは違うのよ、うん、違うの。あのね、ちゃんとリモコンのスイッチ、うん、冷房にしたはずだったのに、うん、暖房の方になってて、それずっと気づかなかったの、初め。全然それは暑いわ、うん、もうなんかサウナみたいになってるやん。そう、もうなんかあの何、干されたイカみたいになりそう。干されたイカみたいになってた。そう、気づいた、やっと、うん、それに気づいた。危ない危ない危ないよ、本当に本当に。もうそう、熱中症には気をつけましょう。部屋の中でも熱中症になりますからね、はい、気をつけていただきたいと思います、はい、さあ、そんなわけで、このマルトラですね、はい、なんだなんだ、始まり2週間ぶりに始まりまして、うん、3回目だよ、3回目、やっと3回目、うん、やっとやっと、うん、やっとっていうのが分かりませんが ね、今日はお客さんも来ていただきまして、来ていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、もうありがとうございます。嬉しいね。嬉しいですね。はい、ぜひぜひですね、楽しんで、うん、短い時間30分という短い時間でございますが、はい、楽しんでいただきたいと思います、はい、そうですね、まあ、3回目というわけですが、はい、まだまだ私たちの名前知られておりませんので、うん、自己紹介していきたいと思います、はい、じゃあのりちゃんよろしく。私、はい、はい、坂本のり子と申します。よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてさっきからですね、何度も言っております、私和太鼓の演奏をいたします、はい、古舘健二と言います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、それではこれより30分ですね、お楽しみいただきたいと思います、はい、マルトラです、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。始まりました。はい、始まりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ワロップの CM が流れておりましたが、はい、番組はそのままで見ていただいてますでしょうか。うん、はい。見てくれてるといいけどね。いいですけどね。はい。はい、というわけで、はい、はい。今日はですね。うん。まずね、和太鼓の話を。そうですね。してもらいましょう。3回目にして、はい、やっと和太鼓の話が、はい、できるというふうになりますが、うん、はい、ね。どうしましょう。どうしますか。え、僕からゴイグイ言った方がいいかな。なんか変な話やけど、自己紹介みたいになってまうけど、はい、これ大丈夫これ。はい、なんかこう、のりちゃんが僕に気になること、ね、まあもしかしたら和太鼓に関して気になることというと、はい、まずね、その、はい、和太鼓をね、はい、始めたきっかけって何？そうですね、うん、やっぱりまあ何回も聞かれるんですが、実はですね、まあ私、今年でゾロ目の年となります。33となるんですが、うん、高校生の頃に和太鼓を始めまして、うんうん、まあ、和太鼓業界でいうとですね、うん、ちょっと遅めの出発となります。あ、
そうなの？そうなんですよ。やってる人はね、もう本当に子供の頃5歳とか、あ、ちっちゃい頃からね、うん、町のお祭りとかで、ね、やってるんですよ、うんうん、僕の場合は、まあ高校生の時に和太鼓と出会って、うんうん、でそこから高校卒業してからこの道に入ったということで、まあまあこういうなんて言うんでしょう、まあ、高校自体はね、まあ、部活動をやって、その太鼓の部活をやってましたので、うん、高校卒業してからでいうと、まあ、今年で芸歴が13年というようなことになりますね。13年、はい、13年となります。初めて、そ、え、あ、13年で、うん、それを、え、え、始めたきっかけが、うん、始めたきっかけは、まあ、高校の何でしょう、50周年記念という授業がありまして、うん、でその時に、まあ、ちょっとね、うん、高校の時にえちょっとまあやんちゃしてたわけですよ。あ、はい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 、やんちゃボーイだったわけですよ。あ、中学の時はそうだったね。うるさいな中学の時は結構いたって真面目だったと思うよ。そう、ほんとほんと、うん、3ヶ月しか知らんやろ俺のこと、うん、まあでも3ヶ月でもやんちゃだったなっていう記憶があるからねそんな、まあ高校時代にですね、うん、まあ50周年記念式典がありまして、うん、和太鼓を生徒にやらせようという先生からの、うん、こう、まあ圧力っていうかね、圧力、まあ、やらされた感じですわ最初は、でも和太鼓っていうとどうしてもね、こう、皆さんなんかふんどし巻いて、うん、なんかおっちゃんがやってるようなねイメージがね、うん、あったので、僕も高校時代はいや、そんなダサいことできるかいなというふうに思ってたんですが、まあかっこいいんですわ。またかっこいいよね。かっこいいのよ。いや、私も見ててやりたいと思っちゃったもん。やっちゃう？やっちゃ、 やっちゃう？教えてくれる？ぜひぜひ。や後で教えて、後でのりこのチャレンジコーナーでもやってみる。あ、チャレンジコーナー、あ、いいかもねそれね、うん、でその時に、まあ、高校の、まあ、先生からお前やれと、うん、やんちゃやってたからね、うん、ちょっとなんか打ち込めるものがないかということで、うん、お前やれということで、まあ、うん、やり始めたのがきっかけですね。きっかけ、はい、なるほどね、はい、なんか、そっからですね、やんちゃが始まりってことね。うん、まあ、やんちゃが始まり、なんか悪いな俺、なんかめちゃ悪い非行少年みたいやった感じだけども、そうだね、そんなことないよ、そんなことないよ。そっかそっか、うん、いい青年やったよ僕は。和太鼓っていくつぐらい持ってんの、うん、僕はね、うん、大小いろいろ合わせて8つぐらいは持ってますね。8つ、うん、え、大きいのってもうドーンとなんか向こう、そう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 、いわゆる何でしょう、皆さんがイメージされてるようなこう、ね、うん、先ほど僕が言ったようなこうふんどし巻いて鉢巻きして裸で、ね、うんうん、お尻出しながら背中向けてバーって叩くような、うん、そういう太鼓、大きな太鼓ですね。そういうのも持ってますね。はい、でまあちっちゃいのはまあやっぱりまあ このぐらいの、締め太鼓っていうんですけどね、そういう音の高い太鼓が出る、あ、はい、そういうのも持ってます。はい、で今日は演奏してくれるのは、はい、大きいのちっちゃいの、ね、中くらいの、何やそれ中くらいのです。中くらいのです。中くらいの。担ぎ桶太鼓と言いまして、うん、まあ、青森県に伝わる太鼓なんですけれども、うん、胴の部分という、そのね、あの太鼓の胴、うん、真ん中の部分ですね、うんうんうん、が桶、今はもう少なくなったのかな、風呂桶とかあるじゃないですか、うんうん、その桶でこう一枚一枚貼り合わせて、うん、で竹のタガって言うんですけど、そのタガ、タガ、はい、そのタガでこう太鼓の胴を締めて、で両面に革を張ったものなんですね。はい、そうなんだ。結構ね、さっきもちょっとリハーサルの時にちょっと結構音がね、はい、結構してたよね。ね、してましたね。まあでものりちゃんもね、この間僕のライブには来ていただいて、うん、いろんな太鼓を見ていただいたと思いますが、うん、いかがでしたか。いやもうね、うん、すごい、この手の速さ、うん、手の速さ、手の速さ、もう素人だからね、うん、それしか言えないんだけど、いえいえ、すごいの、本当にすごいね。後で本当やってくれるんで、はい、はい、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、はい、はい、すごいよねそこ、うん、それがもう、ありがとう、うん、もうすごいしか言うてないけどな、そう、なんですごいって本当に思ったからね。まあまあそうやね、その、うん、まあ、その感想が一番です。ありがとうございます、うん、もう、はい、本当に、はい、はい、そんなわけでまあ8つぐらいは、うん、8つ、うん、8つぐらいは持ってますし、うん、まあ、僕の場合ね、まあ、パーカッションというのも、うん、あの肩書きでありますので、うんうんうん、あのアフリカの太鼓、うん、ジャンベというんですが、うん、その太鼓ですとか、あと、まあ、あのスペインとかラテン系のあのカホンという座ってでこうバシバシこう、はい、叩く太鼓、太鼓というか、まあ、打楽器ですね。いろんな小物楽器があったりします。そういうのを駆使して一緒にいろんな方とセッションをしたりとかしております。はい、セッション、あ、そうだよね、イベントもそうだけど、なんか先生もやってるんだよね。はい、そうですね、うん、まあ、演奏活動もそうだし、うん、あとは、まあ、教室活動ですね、うん、今、青山と浅草、まあ、京都が本店なんですが、太鼓ラボというところで、うんうん、はい、京都、京都が本店の、まあ、青山と浅草に、関東では青山と浅草にあります、うんうんうん、
はい、教室がありまして、まあ、その他あの新横浜ですとか、うん、町田の方とかにもたくさんフランチャイズがありまして、はい、ぜひですね、太鼓ラボと検索していただければ、はいはい、出ますので、僕は浅草とあと新横浜の方で教室を持っております。はい、いや特に曜日とか決まってるわけじゃない、うん、曜日はそうですね、月曜日、まあまあでもその太鼓ラボ自体も毎日最後の教お教室がありますので、うんうん、そこで、まあ皆さん の、ね、あのご都合に合った曜日で来ていただければと思います。はい、ちなみに生徒さんとかだとどのぐらい、うん、いやもう東京だともう1000人超えてますからね、1600人とかそんなにいるんですごいね、うん、いますよ。で大体、まあ、皆さんこれね注目していただきたいのが、うん、のりちゃんも注目してほしいのが、うん、9割が女性。おお、いいじゃん、嬉しいじゃん、うん、そういう反応嬉しいじゃんそういう反応かい、ね、まあ、まあ、僕からも嬉しいって言われるじゃない、まあ、女性の方が多いと、うん、太鼓っていうとやっぱ男性のイメージがねあったりするんやけど、でもね、うん、私の友達もやってるって言ってた。うそ、うん、あ、そう、九州で、九州、ね、だいぶ遠いな、おい、見てくれてるかな、見てくれてるかな、九州の友達、うん、はい、やってるって言ってたよ。本当に、うん、嬉しいです。もう全国に太鼓はありますので、うんうん、はい、ぜひぜひ皆さんの近くでやっていただきたいな、はい、そうですね、ホームページ、ね、はい、検索して、そうですね、お近く の、 あの地域の和太鼓のホームページのところね、うん、チームですとか教室とか見ていただければ必ずあるかと思います。もう各都道府県に必ずあります。はい、はい、ね、ぜひぜひ進めてやっていきたいなと。そうだ、ね、太鼓の輪を広げていきたいなと思いますし、うん、はい、なんか、うん、あれだっけ、まあ、先生、はい、イベントをやってやるときになんかチームか、はい、なんか組んでやったりしてるんだっけ。ね、僕はね基本的にでもソロでやってるんですよ。ソロ、ソロ、ソリストとして和太鼓の演奏活動してまして、うん、いろんな方とセッションとかしてます、うん、あとはまあでもユニットですね、うん、各ソロの方がいらっしゃるんですが、うん、その方々と一緒に、まあ、ユニットという形でその都度その都度、うん、集まって集めて、で、イベントをこなしたりだとか、まあ、ライブをしたりとかっていう形でやってます。今は和三本というユニットと、うんうんうん、ね、見に来ていただいた和三本、それはかっこよかったね、ありがとうございます和三本というユニットと、あとオーマミというユニット、うん、あとダブソーというユニットですね、を組んでおります。それみん な、 なんかどっか違うとこから来てる人たち、うん、もうそうだね、みんなバラバラに、みんなバラバラな、和三本でいうと京都とか、うん、愛知の方でやってるメンバ ー、 あーで、まあ、1年に1回か2回集まってやる、うんうん、でオーマミは基本的に関東の方ですね。はい、なんか海外とかでもやったんでしょ。海外で行きますね、その和三本でニュージーランドですとか、うん、オランダ、ベルギー行ったりとか、はい、すごいね、いろいろ各地に。向こうで修行してきたりとかもした。修行っていうかね、向こうもね太鼓流行ってる、日本でもね今ね実はね太鼓流行ってるのよ、すごい、すごい流行ってて、うん、いろんなところでやっぱり和太鼓やってる。そうなんだ、嬉しい感じで、海外でもやっぱり太鼓流行ってます。はい、ぜひぜひ。好きそうだよね、海外、外人さんとか結構ね。いや、もうめっちゃ好きよ。好きだよね、うん、もう本当に、ね、もうレスポンス、反応がすごい、うん、一発ドーンって叩いたらイエーってなる感じすごい早い。浅草でやったらすごそうじゃない。浅草でやっとるからね、浅草寺とかで、違う違う、浅草寺の前とかで。あ、浅草寺とかはね、うん、すごいやっぱりね、地域性が強いから、うん、やっぱりちょい出の僕なんかね、まあ、関西から来たばっかりやからね、うんうん、なんかそういうのではなかなかこう入れさせてもらえなかったりとかあったりします、うん、あ、はい、やっぱりその浅草寺はその地域のお祭りが強い、根、ね、強いですから。そうですね、はい、じゃあまたね皆さんの太鼓をね、はい、いろいろ調べていただいてね、はい、じゃあこれから、CM 入って、はい、その後ね太鼓披露してもらいますので、はい、はい、お願いします。
とうございました。はい、はい、汗を、すごかったね、すごかったですね皆さん。すごいね、すいません。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、これがですね、先ほど言っていた、うん、担ぎ桶太鼓という、うん、太鼓なんですけれども、うん、のりちゃん、はい、ちょっと立ち位置が逆やから反対になってもらっていいかな。反対になる、はい、はい、失礼します、はい、なんかね、こう、これじゃないとしっくりこないからね。そう、なんかそね、しっくりこないからね、はい、この方が、はい、ね、これがですね、うん、先ほど言ってた担ぎ桶太鼓という、うん、これはですね、ちょっと漆を塗ってあるので、うん、ちょっと見えにくいんですが、一枚一枚の貼り合わせの太鼓となっておりまして、うん、この竹の、こうですね、このタガと言われる竹でできた編み込んであるやつで、こうまとめて、で両面革ですね貼ってあると。でこの紐、調べというんですが、その調べでこう調節というね、音の調節をしていると。すごいね、音がね、すごかったね。はい、音がね、すごかった、ね、どういう感じで聞こえてるんですかね、テレビの。ね、まあ、ね、しっかり ね、 あの本当にすごい音がね、もう本当にいいんですよね、これね。はい、ありがとうございます、はい、いい太鼓で、はい。まあ、こんなのやっております、はい、私、はい、はい、息切れしてる。いや、もうしんどい、結構やるとは。え、しんどいよ、やるとは、はい、重いの結構。まあ、担いでるのでそんなに重くはないです、うん、5キロとか、5キロもないぐらいかな。結構重いよね、はい。まあ、そこそこね、これを皆さんこう担いで演奏するわけですよ。おー、すごいね、はい、はい、いやー、疲れるよ疲れるよ。さあ、まあ、でもこんな、太鼓ばっかりではないんですが、うん、実はですね、まあ、これも使いましたライブが実は、うん、はい、そうそう、ライブの告知をね、はい、させていただきたいと思います。はい、実はですね、はい、あ、出ましたね、クルージングライブパーティーというのが、はい、私、今月の28日かな、うん、日曜日にあります。はい、はい、まあ、まさにクルージングですね、船を貸し切って、うん、どっから出てるの？これはですね、お台場のパレットタウンというところからですね、うん、出てるんですけれども、うん、はい、ありがとうございます、寄っていただいてますね。ちょっと見にくいんですが、詳細見にくいんですが、うん、7月の28日、これは昼間の、はい、うん、クルージングとなります、はい、ぜひぜひですね、セレブリティにですね、はい、こうワインとかシャンパンとかでも、あ、シャンパン出ないか、ワインとかね、うんうん、なんかビールとか飲みながらでも、飲みながら、食べながらも、はい、もちろん飲み食べ放題です。すごいね、はい、そしてライブもありと。おうおうおう、そしてお台場一周するクルージングと。いいじゃない、お台場じゃないや、東京湾。いいね、はい、太鼓聞きながら、太鼓聞きながら海も眺められるし。そうです、海も眺めて、ね、はい、そんな、ライブがですね、7月の28日にあります、うんうん、はいはい、これはまあチラシなんですけれども、僕のねホームページがあるんですけれども、うんうん、はい、当てました、ありがとうございます、古舘健二というふうに検索していただければ、はい、ホームページがあります、ブログの方もあるんですが、こちらのホームページの方ですね、ブログの方今ですねちょっとまあ閉鎖しておりますので、うん、ホームページですね、うん、古舘健二のホームページ検索していただければ、はい、いろんなこうジャンル、まあ、カテゴリーがありますので、その中にライブインフォメーションというのがあります、うん、はい、その、もうあれ、今のずっとこれからもライブの告知とか全部そこに乗っかってる、はい、そうですね、はい、ライブの告知、イベントの告知させていただいておりますので、はい、ぜひぜひですね、うん、見ていただいて、コンタクト、問い合わせの方からですね、はい、お問い合わせいただければなと思います、はい、このブログ、じゃあこのホームページでも、このマルトラに関してのご意見ご感想は求めておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、もちろんもう何でも、24時間365日僕は対応するかどうか分かりませんが、分からない、はい、まあ、言っていただいたらね、はい、問い合わせしていただけたら、うん、はい、もう必ず返信しますので、うん、あ、はい、さっき言ってたあれはレッスンのことは、はい、レッスンもねこのホームページの中にありますので、うん、はい、ぜひぜひこちらも見ていただければなと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします、はい、あとは、まあ、プライベートレッスンというのもやっておりますので、はい、和太鼓をもう本気で上手くなりたいと、うん、もうプロになりたいっていうような思いの方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、マンツーマンでね、うん、こうご指導いたしますし、うん、どうしてもここがわからないわというところがあれば、うん、それも言っていただければ、はい、なるほど、もう直接指導いたしますので。いいね、直接してくれるんで、はい、もう手取り足取り、手取り足取り、バカ野郎するかそんなこと、はい、というような感じとなっております。はい、はい、ぜひぜひそちらの方ですね、見ていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、そんなわけで、30分間ですね、このマルトラ、あっという間ですね、あっという間ですね、もうちょっとなんか伸ばせられへんかな、ていうかもうちょっと演奏してほしかったよねえ僕も時間見ながら、あ、やべ、ね、あと5分しかねえとかって思いながら ね、 ねやってました、うん、はい、もうスタッフさんにね、うん、もうマルトラ1時間番組にしてくださいというふうにお願いできないかなと、ね、しかも今マイク渡すの忘れちゃって、そう、忘れてタオル渡すのに夢中になっちゃって、タオルはありがたいけどマイクもくれない、喋られへんから、申し訳ないです本当に、はい、いえ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 、はい、はい、
では、またですねこの後 CM になります。一旦 CM です。はい、ぜひぜひ、番組はそのまま、はい、チャンネルそのままでお願いいたします。はい、はい、チャンネルそのままでしてくださってますでしょうか。はい、番組もねもうエンディングとなります、うんね、はい、早いもんで、ね、本当にね1時間欲しい、うん、うん、欲しい。ちょっと息切れまだしてる。いや今度のりこのチャレンジコーナーしてみよう。あ、いや私がやるの。まあ太鼓もそうやし、なんかいろんなことにチャレンジする、うん、どうこれ。うん、いいかもね。どうですかね。また、おー、やった。なんかやってみよう、チャレンジコーナー。拍手もらえた。うん、なんか料理にチャレンジとかさ、うん、あ、うん、うん。なんか痛いとこついてもらう。この30分ね、この30分でお料理。お料理、うん、分かった、うん、レンジでチンとかあかんねん。やった。電子レンジ後ろ置いとかなきゃいけない。あかんよね、だから。ちゃんと料理してもらうとかね。じゃあ、それのチャレンジコーナー、チャレンジコーナーやってみましょう、今度。なんかぜひ皆さん、この、うん、のりちゃんにチャレンジしてほしいことがあれば、うん、ね、大丈夫かな、私、ほんと不器用だからね。お前、その方が面白いやない。いろんなことにチャレンジ、まあ、これも人生経験やからね。人生経験で、はい、はい、33になって33になって33になってさらけ出してきたな、はい、33になっていろいろチャレンジ、いろいろチャレンジ、はい、はい、まあ、人生やってみましょう。いろいろ勉強ですから、はい、はい、まあ、そんなわけで、はい、私たちのこのマルトラですね、まあ、うん、先ほどみたいに早いものでもう30分が過ぎようとしておりますが、うん、さあ、またいつもの終わり方ですね。あ、そうだ、まだ3回目ですので浸透してないかと思いますので、今日来ていただいたお客様にも皆さんにもやっていただきます、はい、やっていただきたいな。恥ずかしがらずにやっていただきたいな。嫌そうな顔しないでください。はい、やっていただきたいなと思いますが、じゃあちょっと説明しましょうか。はい、はい、じゃあまず、私があの丸ってやるので、はい、皆さんで三角を作ってこう目の前にこう出してトラって言っていただきたいんですね。はい、いいですね。はい、わかりました。わかりますか。三角形でしょ。なんでなんでって、それは放送第1回目の放送をまた確認してみてください。なんで、はい、そう、マルトラがね、ね、はい、マルトラの丸とトライアングル、うん、三角でトライアングル、ま、なんでトライアングルかっていうのは、うん、後で教えます、また。そう、あとでプライベートレッスンで教えます、また。はい、はい、っていう感じでね。はい、はい、じゃあちょっと練習してみましょうか。はい、練習します。はい、いいですか。練習ですよ、皆さん。練習ですからね。はい、はい、いきます。じゃあ、まるトラ。そう、そんな感じでね、はい、そんな感じ。もう少し大きな声が、ね、お願いしますね。はい、はい、というわけで、はい、そうですね、はい、もう終わりになっちゃいますね。はい、はい、では皆さん、じゃあ、はい、ね、また再来週ですね、はい、お会いいたしましょう。はい、まるトラ。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。